は、戦国時代の武将、戦国大名。下総結城氏16代当主。文亀3年、15代当主、結城正知の子として誕生。通説では大永7年、父から家督を継承したとされてきたが、近年では、正直という兄がおり、その死を受けて天文年間初め頃に、結城氏を相続したとされている。家督相続後は、父同様、積極的な領土拡大政策を行い、佐竹氏や小田氏、下野宇都宮氏と、たびたび抗争した。北条氏康と結んで、宇都宮市の小栗城を奪い、海老島の戦いで、織田氏を破り、領土を、下総国から下野国、さらには、日立国にまで拡大した。天文8年、那須正助、高助の内紛では高助を支持して、佐竹、織田、宇都宮氏と戦っている。ただしこれらの事績は隠居した正知によるものと言われており、天文16年に、父、正知が死去すると、宇都宮直綱の信仰を受けているが、撃退している。正勝の最大の功績は、領土拡大よりも有名な文国法である、結城氏新法度を制定したことにあった。弘治2年に定められた。この法は、飲食や衣類にまで及ぶ、具体的な規定や、喧嘩口論に関する罰則などが定められた、斬新的なものであったと言われている。正勝は、後継者に恵まれず、唯一できた実子、明兆は、天文17年に父に先立って病死している。水谷忠村に化した正勝の娘、小藤姫も女子を出産した直後に死亡した。そのため弟、小山公朝の三男、春友を養子に迎えている。明兆の死後、正勝は出家したが、晩年は病気がちであり、織田氏の反撃を受けて、領土の一部を奪われている。永禄2年8月1日、死去。享年57。家督は、養子、春友が継いだ。絵をよく描いたようで、しばしば自画像などを描き、例えば、茨城県の大雲寺には、天文21年の年期を持つ自画像が残る。ありがとうございます。